吉田さんこんにちはあの人生を変えられる人と変えられない人の違いですよね違いをもたらす違いこれねあの人生を変える「かきくけこっていうのがあるんですけどもこれはどうですかね例えばかきくけこの人生を変えるための「かきくけこの「か」はねあの「感謝」感謝できるかどうかってことなんですよどんなことにも自分は支えられてるし自分は許されてるなっていう感謝を感じることができるかなってことですよね この時代に生まれたことに感謝あこの自分に生まれたことに感謝この性別に生まれたことに感謝全てに感謝できるかなってことですよねだからよくね人脈さえあれば自分も成功できるのにっていう人は周りの人を人脈と思ってないんですよだから感謝が足りないってことじゃないかなと思いますかきくけこのかは感謝ですよねそしてかきくけこのかききは何でしょうかこれはね危機感なんですよやべえなって思うことなんですよあもう時間ないな これでいいのかな俺だらしねえな。これ危機感があるかどうかってことですよね。これ話すと長くなるんで今回はこの辺にしておきます。そして、かきくけこのくですけども、これはね、口に出して言ってるかどうかです。自分の欲望とか野望とか反省とかを口に出してるかどうかってことになりますよね。かきくけこの句は口に出すかどうかってことです。そして、かきくけこのけなんですけども、これなんでしょうかこれはね、決断なんですよ。人生を変えられる人って常に決断してます。で、 100日あったら100回決断してるし、24時間あったら24回決断してるし、10分あったら10回決断してるんですよ。つまり、1分1秒惜しんで全て決断をしてるんですよね。でも人生変えられない人って、決断してないんですよ。決断を先延ばししてるか、いろんな言い訳をして、結局決めてないんですよ。誰かに決めてもらうことをずっと望んでいて、そのまま人生終わっていくんですよね。まあ人生変わらない人っていうか、もうどんどんどん,どん落ち込んでいくでしょうね、こういう人はね。で、最後。 カきくけこの子。人生を変えるための子なんですけども、これは好奇心を持ってるかどうかなんですよ。自分の知らないこととか、自分ができていないことに対して、どのくらい好奇心を持ってトライしていけるか。自分が今まで手をつけてないこととか、何回やってもダメだったこと。これにもう一回トライすることって、これがね、挑戦なんですよね。ダメだと思うけど、もう一回やってみる。いろんな角度でアプローチしてみる。これがだから挑戦じゃないですか。なんで挑戦ができるかっていうと、好奇心があるからなんですよ。つまり、この、 人生を変えるための書きクえコこれで人生が変わるというふうに考えるのはいかがでしょうかで少なくともね自分の人生が変えられてないって思うことは大事なんですよこの程度しか変わってないと思うことが大事ですよねそして何か自分に幸せや暇な時間とか金銭的苦痛がないとしたらそれは自分が得たものではなくって誰にこれをもたらされているのかなってことをきちんと踏まえてその人に日々感謝することによって また新しい一日が開けていくんじゃないかなと思いますよね。はい、じゃあ今日は人生を変えられる人と変えられない人の違いについて書きかけ子例にとってお話してみました。これ実はね、あいうえおでもいいんですけども、ラリルレズも全部あるんですよ。全部あるんですけども、今日はまあ書きかけ子のカノダンでお話してみました。では行ってらっしゃい。